暴れないでください。いじめられる不一致。キャバクラ行って競馬にハマっていじめられる不一致。ネタフリ選手権でほんまに寝ようとするな。ちょ、ダナハ調子乗んな。怒って不一致。ほらダナハ。ダメ。ダメ。ネコビって勝負。ネタフリ勝負しよう。アンディ行くんだ、アンディ。いいですね、広い。いいですね、時和野さん、広い広いから。うん、あ、時和野さんに来てますって説明してよ。なんで私が言わなかった。ネタフリ選手権。ちゃうって説明して、ちゃんと。いつもお世話になってます。時和野さんに来てます。部屋が広くていいです。よだれ？部屋。誰？え、なんか来るとき今日キャバクラ行くってやったのに言ってなかった。ほんまにマジで言ってないですよ。これはこれフィクションですかね、皆さん。マジで。ナナもやめて。ナナもやめて。フイチはキャバクラに行ってないです。フイチ、ナナハにめっちゃ好かれとんな。モテ男なんで。めっちゃいい言い方してみたけど、ナナハ俺やめろ。殴られてるだけですけどね。ナナ結局フイチ君が好きなん、パパが好きなん、ママが好きなん。ママが。しばくぞ。ママが好き。聞き方。ママが好き。悪意重労尋問でした今。ママが好き。まあ、さっきさ、あのまあ、ここドッキャラさん来とってな。まあ、タバコ吸いに行ってなんかめっちゃこう帰ってきた感があって落ち着いてました。いや俺もめっちゃ落ち着いてます今。え、なんかなんか下手にさ、ホテル泊まるより、そう、泊まるより安心するよね。ここ安心、全然いいよね。なんかどこに何があるか分かるしさ。でもな、さっきな、自販機になジュース買いに来たからな、この人は。なんか私のコーラも買ってって言って、そしたら200円しか持ってきてないっていうねんか。ほんでな、なんでか聞いたらな、財布が重いっていうねん。お前ら財布見してみよ。重くないわ。あんたの財布、ちびっこいちびっこい財布やろうが。ハイジ君の財布は100円しか入ってない。え、マジでこの人ちびっこいちびっこい財布、ほら見てよ、財布。何それ、あれが重たいって言うねんで。ほんまに重たい。え、何が入ってるの。え、何を持たせて。待って、札ないやん。あれじゃないですか。いや、結構入ってますよ。持たせて。やめてよ。おいしい。なんでこんなにこの財布が重たいって言うねん。小銭使わないんですよ、レジの時。2000円もあったし。なんかこの財布を持つんであれば、小銭をちゃんと使ってなくすのが。え、小銭がいっぱいあるん。さあ、ペーター開けとって。あ、分かった、じゃあ変えたろ。はい、よっしゃ、持って。わーい、千円札に変えたろ。私今少ないね、小銭。あ、ここや。いいで、千円出せ。あと前ゲーセン行った時になんかゆうきちゃんにあげろって心に言われました。ゆうき、またゆうきにあげるものが財布の中にあります。いや、あいつちょっとデートしてから本気で好きなんじゃん。2000円、ちなみに500円も変わる。なんでこれこんな分かるの。500円動けない。ありがとうございます。分かるさ、充電器ついておから。次は1000円。次ない、もうあと500円と300円ぐらいしかない。バーして。そう、俺に帰ろうってか。バーして。あれ、今渡したら1万円じゃなかった。2000円ですよ。あ？皆さん、まだ財布にしまってませんからね。これが、やめて。新しい詐欺ですよ。ちょ、誰のマスク？私のマスク。もう本当に入ってないな、もう。これ私のマスク？うん。見せるやん。6時から飯テロやで。飯テロは動画撮られへんから。同じテーブルやから、たぶん。ほら、純粋なお守り。どこの？縁結び？厄除けです。え、あなた厄年？はい。え？何の馬年？あ、これ何？お前ってあかんのか。これ、あ、ダメです。え、これかわいい。何それ？怖
で、コンビニのやろ。コンビニのやろ。返してよ。なあなあ。大事にしてんねん。お守りも大事やねん。これなかったら私しんどるから。なあ、見せれるなあ、1分だけ最初のピカチュウの貸してくれたら写すで。もうなんか特に面白いのない。フイッチあれやな、サークルのメンバーズカードぐらいかな。何これ？あ、タクシー。え、何それ？俺持ってないそれ。なんだ持ってる？だってメンバーじゃないから。え、中見せて。全員持ってんねんけど。メンバーズカード。これと交換します。大阪のタクシー4500円オフ。全員持ってんねんけど。え？メンバーズカード。なんだも持ってる。フイッチ免許証ないから持んないわ。マイナンバーは、マイナンバー、え、マイナンバー持ってない、持ってない。待って、顔つきの証明写真とかって言われたらどうすんの。ないっす。どうすんの。え、積みます。だから、この前私、身体障害してちょっとマイナンバーコンビニ年賀されたんですけど、ええー、それに驚きやねんけど。年賀されます、僕で。何買ったの、何買ったの。めっちゃ気になんねん、プーチのここここなんか新しいファッションやろ。え、これあれですね、めっちゃ気になる。くせ毛です。どんだけ剃っても生えてくる。こうなんで、こう玉ねぎの先っちょみたいな。キューピーちゃん、キューピーちゃんみたいでしょ。ええように言うの。こういう、こういうでしょ、はい、最近言ったミニエのまつげキューピーちゃんみたいなんで。よっしゃ、あのピーンってなってるやつ。そうそうそう、ピーン。バービー人形とか可愛いこと言ってって言われてんけど、いや、どう考えてもキューピーちゃん。それなんかキューピーちゃん可愛くないみたいに言ってるよ。キューピーかわいい。知りました。で、言った何しに来たか。何しに来たか言った。何しに来た。遊びに来ました。あ、そうそう、遊びに来てます。ココロ君、ココロ君のお友達連れて遊びに来てるんですけど、ココロ君は向こうでうっふっふ言いながら、うう、俺ゲームないから時間伸ばして、うっふっふ。体育館から帰ってきたやん。さっきすごい音状態で体育館に、上が体育館やん。ドタバタッつって、雷かなつって。いいよ、いいけどさ、うん、片付けした。いや、部屋入って、全部から部屋入ったんよ。うん、めっちゃ寒かって、何度かと思ったら18やった。そういえばなんか、ほら、大会行く前に部屋見に行ったら、熱々、冷房、あ、18度いっかって言ってる声が聞こえてましたわ。まあ、寝る前だけ確認したら大丈夫。好きなように。風邪ひかんかったら大丈夫。あ、7時って言った朝食。言わない、言ってきてよ。はい、では、楽しみます。おい。今からバーベキューでしょ、肉焼いてよ。じゃあ、肉焼くは任せんねん。花火できるか聞いた？花火できるかと、明日朝食7時言ってきて、はい。花火その辺でやったりじゃないですか。いや、やったらあかんやろ。行きかな、ちゃんと。ふいちはこういうやつなんです。そう、ふいちこういうやつなんです。ふいちこういうやつ。おはざ。俺の印象が、ふいちは優しいです。ふいちこんなやつですからね、皆さん。すぐね、確認取ってきますからね。行きましょう。うわー。